あーやば、またサボったわ。いやあ、んだけサボらないって言ったのにまたサボりました。どうともです。今日はね、メダカに餌をあげていこうと思います。これね、撮影しながらね撮るのめっちゃ難しいですよね。はい、サジュ1杯分入れます。ちょっとね、痩せ細りがやばいっすね。で、こちらは小雪シルキーヒレナガ、小雪ちゃん。めっちゃこぼした、待って待って。餌めっちゃこぼした、ほら。まあ、分量とかね、よく僕は決めてないです。大体スタジオの1杯か2杯分を入れてます。で、こちら赤いのが牛赤パンダ、まあ、こっちは全然痩せ細ってないですね。いい感じで育ってくれてます。こっちはね、みゆきのダブルコーのでっかいやつだ。さっきからね、めっちゃこういう風に餌こぼしてます。やばいね。で、こっちが錦秋メダカ。里子とか出してね、だいぶ減ったんですけど、まだそれでも30匹ぐらいはいますね。また来年に向けて繁殖を頑張りたいと思います。もしかしたらね、メダカ屋の屋号を立てるかもしれないんで、僕来年、まあ、もちろん資金源はうちのスポンサーですけどまあそうなればね、 YouTube かブログでも報告いたします。で、こっちがね、ミックスなんですよ。誰の子供か分かんないやつがいっぱいいる、ほら。多分卵がね、水草にひっついてて、それが孵化したやつなんで、こいつらはね、たくましいっすよ、マジで。非常にたくましい。多分中にね、15、6匹ぐらいは住んでます。で、今度こっちが初恋ですね。ハンダルマのやつで、こっちも全然元気。オレンジ色がね、だいぶ良くなってきた、特にね、こいつとか。こいついいんですよ、こいつ、こいつ、こいついいんですよね、で、こっちがベビーナメダカ。ベビーナはね、ちょっと真っ黒いやつもいるけど、中にいいやつもいるんで、このまま
環境を維持して来年大量にね繁殖できたらいいと思います。今日はですねメダカ飼育をさらにサボった動画でした。まあね死んでる個体いなくてよかったです。チャンネル登録いいねよろしくお願いいたします。Everybody's needs one go go Willpower 全力で